皆さんこんばんは。生放送前のインスタライブでございます。ちょっと気持ち早めにやらせていただいておりますけども、年内ラストですからね。そうなんです、声を大にして言います。お、年内ラストですからね。声を大にして言ったのこれ、うん、年内ラストですよ。うん、インスタライブやろうってなってからなかなかたくさんやってきましたけど、何回やってんだろうねインスタライブ。うん、だから収録の時以外とよっぽど時間がない時以外やってるんで、僕の予想では45回やってんじゃないですか。皆さん記憶が正しい方ちょっとコメントね、ちょっとで返すって、うん、M ステかっこよかったですなんていうコメントをたくさんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。今も絶賛ね放送しますけど、うん、今放送します。と夕方前ぐらいに参加させていただきました。そうなんですよ。うん、ジンク髪型いいって。あ、本当ですか。あ、今エグゼル始まった。あ、エグゼルさん、そうですよ。ってことはラバーダイエンややばい。さあ年末も今日は何日ですか7日、あと8、9、10、31、はい、4日間、4日で今年も終わりですよ。あっという間ですね本当にね。今年1年もね365日でしょうね、まあ、年々あっという間になりますけどね。僕は絶対突っ込まないですよ。こう突っ込まれない方が辛いんで。あんまりやると本当に問題ないですよ、やめとくわ。いやでもね好きなんですよこの曲。いや嫌いな人います？いない。愛しいからジネがやばかったですよ。あ、僕実は車の中で、移動の車の中で見ることができて、見てました、はい、見させていただいてました。この前のラジオのね結構生で見ました、うん、キスをしよう。あの時の一瞬するデュートさんがめちゃめちゃ面白いです。女性ダンサーの方ちょっと笑っちゃってるもんね。あれ本当お茶目、デュートさんっぽい。うん、髪染めた。あ、そうなんですよ。昨日はあの昨日イベント、灰色のイベントだったんですけど、その時金というか、まあ色落ちして金やったんですけど、今朝朝から行ってきました。どうですか。暗めにしてきました。しばらく多分行けない年末年始ちょっとバタバタしてると思う。うん。昨日ライブ最高だった、嬉しいな。そうだからハイアンドローをザワーストをきっかけにこうランページ知ってくださった方っていうのは、うん、ランページのボーカルがこう主役とね、いい、なんていうの、重要人物をやってるっていう、うん、感じで、まあ、エグザイルトライブ普通ボーカル2人っていうね、うん、2人体制がセオリーなんですけども、うん、そうライブに行ってみて、あれもう1人おる、うん、あいつは誰やと、うん、僕です、リクさんです。一緒に歌ってるんですよ。正解はリクさんでした。リクです。以後お見知りおきを、僕も一緒に二人と歌ってます。そうなんです。知らない人も多分たくさんいらっしゃったと思うのね、うんうん、飛行機で頭ぶつけた。そうなんですよ、みんなが笑って。そうなんです。あれねビビりましたよ本当。あれもっと細かく言うとリキヤさんの目の前でバンぶつけて、一瞬メンバー一同はここで笑ったらいけないと思って本当に我慢したんですよ。で CA さんももちろんこう笑っちゃいけないなっていう空気があってた、うん、だけど力也さんが我慢しきれなかったプッて吹いちゃってそれからみんなバカンって糸が切れたり笑っちゃったり、年のせいに本当にね、もうそんなどんくさいことしてもうあの一瞬世界が変わりました。マスクこんなで帽子こんなでこうだったから、もうジンクもう何食えなかったらまっすぐ突き進んでそれもまた面白くてあかん、ここはもうどうしたらあかんわ俺は気にしてないですよ感満載でホントに。なんか気になるコメントないかな。うん、嬉しい、リックの存在大事やけんね。ってことは九州の方かな、この言葉遣いということ。うん、東北の方でも県使います。あ、そうね。
ジンくんやっぱ髪型めっちゃ好評ですね。そう、うん、ほらちょっとあの MC さんとかもうちょっと本当はね長くしたいんです、この髪型するだけ。なんか待って、めまっこれどれ我慢しきれなくて切っちゃうんですよいつも。僕はちょっと伸ばします。あれケンタ、リクさんハート。お俺はジンさん、ジンさんとリクさんハート。あ珍しいなケンタ。おなんかコメントしてよ、なんか直接聞きづらいこととかあったら聞いてよ。今日ブログにケンタの写真撮りに載せましたが、僕インスタグラムにちょっと別バージョンの後ほど載せようかなと思って。ケンタがいつもこうしれっとちゃんとね番組さんのさ、うん、番組名とあのランページってさ楽屋の前にさあるじゃん、うん、入り口のとこあれこうやってこうやって一生懸命こうやって自分で撮ってて、その様子俺こうやって撮ったの。好きな食べ物何ですか、初心者か聞き方初心者か、ここで聞くことなの。あなたは餃子が好きです、ね、質問したことないの人に。知ってるでしょ、うん、本で好きなのこの間焼き鳥って言ったの、うん、国になった。あえてそういうなんかちょっとなんか、うん、可愛さアピールみたいにしてるんですか。なんかあざといねケンタキャーだってふざけ倒してる。おそらくですけど多分暇なんですよね、うん、餃子食い終わったとこかな今ケンタは。質問呼ばれたハートでうるせえ呼ばれたちゃいますからね、読まれたですからね。よし触れないぞもう。あサスケね、サスケ出ます31日なんで、ね、楽しみにしていてください。まあカウントダウンのあれライブもあるんでちょっとね、うん、もし行かれない方いました、重複しちゃって本当にね申し訳ないんですけど、うん、あそうだ追加公演発表されました昨日埼玉4月25日スーパーアリーナ地元地元。いや3日後誕生日ってか聞いてね、誕生日近い、あまた誕生日が来る26やって、うん、最近めっちゃすぐ顔赤くなるなほらやばい赤面、うん、そろそろちょっと焼きたいな、お腹減った。昨日モニタリングでナオトさんが同じこのナオトさんのブランドなんですけど、ナオトさん着られてました。これいいですよねこのトレーナー。うん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 。な、スイカの名産地。結婚したいですっていうあの動画パートでコメントとかこれ いただくんですけども、大変ですよ本当にもう。本当ですよね。ねえ。結婚されてる方もいると思いますが、ね、聞いてください、多分周りにご結婚されてる方いると思うんで、うん、まあねずっと一緒にいるっていうのはやっぱ難しいんですよね、うん、分かんないですけど経験したことないんで、うん、あの赤面で言うとこの前ライブへの収録してる時にたまたま福田さんの衣装があのフォーサムワンだったじゃん、はい、でジン君持ってる服で、そうそうそう、でそのスタイリストさんがこう服こうやってね衣装直しに福田さんとかいたから、はい、あれこの服ってフォーサムですよねっつって言ったらなんか一気に顔真っ赤になってすごかった本当に、今にも撮れるんちゃうかっていうリンゴくらい赤かったよね、すごい面白かった。で福田さんがあの絶妙なツッコミをしてね、うん、そうそうそう、すごい面白かった。うん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 、ジン君何飲んでるの。これミルクティーです、ミルクティー飲んでました、しかもホットです。しかもっていう言い方もおかしいけど僕ずっとホットなんで飲まなかった、今年からですよ、今年からホットに手を出すようになっちゃいました。僕もココア飲みていいですよね、芯から温めるっていう、ココアもいいな、ココアあったらココアにしてたな、どっちでもいいか。いいですね、もう今やこうやって直接いろんな人とこう話せるようなツールがシステムができて、ちょっと前やったら考えられないバカバカのガラパコスの携帯やったら、すごい進み方してますよ。今日もニュースでね 5G の話してましたけど、そうですよ、もう本当に2時間とか3時間の映画が 2,3 秒でダウンロードできちゃう時代ですよ 5G っていうのは、うん、でそのちなみに G っていうのはジェネレーションの G です、うん、時代のね G だから第5世代に突入ということです。その2秒っていうのも多分ねなんか逆に機械側がつけてくれてるんやと思う、ちょっと大回りをして、なるほど、ね、僕の予想では、
まあ、まあまあまあ、最近はねもうね人工知能もすごい進化してますから、欲しい、もう掃除ロボットが欲しい、ほんまに。うん、リクリク雑学ではないですよ。これ なんかね、たまに僕そういうの好きで見るんです。夜ご飯何？まだ食べてないんですよ夜ご飯。でも帰ったらちょっと肉焼いて、ちょっとタンパク質だけ補給します。うん、いいね。肉。うん。M ステ最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。元気もらいたいです。元気ないんですか逆に。ライブに来なさい、音楽聴いてください、こうやって踊るといいんですよ。悲しい時はこうやって踊るんです。手が大事ですか、手が。曲聴きながら、例えば DANGE ほら、デュータ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 見てください、この絵見てください、うん、何も考えてないこの二人の絵、ふざけてるでしょ。うん、いいんですよ、疲れたら休めばいいんです。うん、頑張、カズマもねキックオフミーティングの時言ってましたけど、頑張らなくていいんだって、頑張りたくないって思ったら、でまた頑張れるってなった時頑張ればいいんだって。うん、びっくりした、ハヤト君かと思った。の三度も福井に来られる方がありがとうございます。そう、明日はリュウタさん誕生日です。ジンお兄さん好きだって、あれますお兄さん、お兄さん、お兄さん、ランペが生きがい、嬉しい、嬉しい、僕も一緒に立てるよ、俺がついてるぜ。あ、優しい、忙しいと思いますが体調崩さないでください。ありがとうございます。大丈夫ですよ、僕らは皆さんにパワーもらってますから。うがいせな、帰ったら手洗いうがい、うん、手洗いうがい手洗いやな。うん、あ、クリスマスに過ごせて幸せやったって。じゃああれ来てくださった方ですね。うん、福岡ね、福岡楽しかったですね。今だから言うけど、質問ボックスのやつメンバーそれぞれ答えるじゃないですか。僕は博多弁で告白してくださいっていうありましたねやつを引いて、拙い博多弁、知ってる限り博多弁を使って、まさかねやると思わなかった。堂々のね、海星来た、海星もう終わっちゃうよ、海星もうちょっと終わっちゃうよこれ、海星、海星も授けてるんで皆さん、そうですよ、ぜひ翔平とチェックしてください、盛り上げます。最近も海星がご飯嬉しそうに食べるからさ、ほっこりするよね見てて。海星よく頑張ったもんね、見てください。うん、ということで55分なんで行ってきます。うん、今日で年内ラストのウィーケン放送なんで、皆さんラジコを見ながらぜひ聞いてください。ということで、もしかしたらね、良いお年をの方もいらっしゃると思うんですけど、ね、ですね、はい、まあブログとか更新するんで、はい、まだ見てください、見てください、ありがとうございました、じゃあ後ほど、ポン。